Stop it. Get some help. 風元素新星音キャラクター鹿の院平蔵がピックアップ登場します。ということで今目の前にビジュアルが出ているんですけれども、すごい可愛い。いやもうなんかさ、両目の下にほくろあるんだ。ふーん。あっとセンサーが働いた。脇ふーん。脇確かに。いやなんかさ、すごい、あの本当こんなこと言うのもあれですけど、絶対これ原神のスタッフさんの中に小柄な子を好きな人っていますよ。その人の癖で左右されてるんですか。いますよ絶対。だっておかしいじゃん、カズハもさ、そう全体のそういうの感じるじゃん。ねえ、そうじゃないですか。確かに。そう、でも平蔵のすごいなんか塗りのこだわりだなって思ったのが、なんかここあばらのとこに、いや全く同じかと思いました。いやちょっとなんか、はい、ここね、ここ今ちょっとあのスタッフさんがすごい画像を寄ってくれたんですけど、ちょっと骨の存在ちゃんと感じますもんね。そうなんだよ。なんかさ、そんないいんですかみたいな気持ちになってドキドキしてしまいますよ、ね、いや少年特有の体つきですよね。ねえ、そうなんですよ。いやなんかすごい、まあどのキャラクターもなんかこだわりを感じるデザインではありますけど、うんうんうん、はい、なんかことこのこうなんていうんですか、サイズのキャラクター感に関してはなんか絶対これこだわりより強いでしょっていう、ね、感じ。いやなんか一回そういうキャラデザの方のお話も伺ってみたいですよね。なんか確かに。なんかさ、この平蔵の最初さ画像が出た時さ、はい、あの我々のさ LINE グループ、はいはい、リエリーとか来ましたね。そうだ、確かリエさんが最初に貼ったんだっけ。そうだそうだ、リエリーからなんかすごいね、ショタ。そうだそうだ。みんなのショタセンサーが仕事終わってふって LINE グループ見たらすごい数字になってて、何と思ったら平蔵氏で盛り上がる一度でしたね。あったな、そんなことも。いやすごい、そんな子がねついに来るということで、これは楽しみです ね。しかもね、クレイちゃんとカズハもやっぱ、うん、待ってた人すごい多いと思うから。いや本当ですね、僕クレイまだ持ってなかったので、うん、ちょっとこれを機にクレイちゃん欲しい。欲しい、かわいいよね。ゲットします。プニプニ。